スーパーンッカは日カウイスキーが製造し、朝日ビールが販売する国産ブレンデッドウイスキー及び瓶入り水割りウイスキーの商標である。1962年10月に日カウイスキーから販売された。竹鶴正隆が1961年に死去した妻、リタへ捧げるため、息子の脅しと共に余一上流所内の貯蔵庫と研究室にこもりきりになり開発した。 プレミアムブレンデッドウイスキーである。当時の生産量は年間1000本程度でなかなか店頭に並べられず幻のスーパー日課とも呼ばれたが1980年代後期に入って量産体制が整ったことで日課ウイスキーのブレンデッドウイスキーを代表するブランドになった。2020年現在で販売されているものは 竹鶴正隆が当初作ったものとはブレンドが大きく異なっており、余一のスモーキーかつ重厚で力強いピート感の漂う男性的なキャラクターを持ったモルと、宮城京の柔らかさを伴った華やかな女性的なキャラクターを持ったモルと、そして宮城京のカフェスチールで上流したカフェグレームの各種原子をブレンドしたものである。2015年3月22日から、 数量限定で1962年に発売された当時のスーパー日課の味を忠実に再現した初号スーパー日課復刻版が販売された。2015年3月に発売された初号スーパー日課の復刻版。1962年の発売当時の衣装のラベルの付いたボトルに入っているが、オリジナルと異なりボトル自体は手吹きによる手作りでは、 なく、機械武器による量産用に適したボトルが使用されている。ありがとうございます。